はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日はですね、うちの近くの川沿いのとある広場に来ているんですけれども、こちらでハントしようと思っておりますものが、じゃん、こちらの野草でございまして、これはですね、イタドリという植物の新芽です。まあ、うちのチャンネルでもね、去年一回取り扱ってます。結構ね、反響いただいてね、嬉しいなと思っているんですけども、その反響の中にですね、結構見過ごせないものがありまして、ふっ、そんな細いのでいいんだみたいな、細いみたいな、いやいやい、ザコイタドリみたいなことをこういっぱい言われたわけですよ。こっちとしても、は？もっと太いの取れるんだがみたいなこと言いたいじゃないですか。もっと太くて硬いのあるんだがみたいな、そういうなんかこうザーコザーコみたいな声でちょっとこうピキッとなってしまいまして、で、あれから1年ですね、僕もね、あの太くて硬いじゃなかった、太くてずっしりとしたですね、いいイタドリの新芽が生えるポイントを探し続けた結果ですね、ようやく見つけたんですね。それが今日来ているところなんですけども、なのでね、そこでね、今日はゴンブトイタドリをですね、いっぱい採取して、ザーコザーコっていう声をですね、完全に黙らせてやろうと思ってやってきたわけでございます。なんですけども、なんかいざいいタイミングかなって思ってくると、ちょっと先にこう取られてるのもあって、貴様見ているなみたいな、そういうね、思いもあるわけなんですけど、まあ幸いにしてね、あのまだ今シーズンですからね、どんどんいい新芽がね、出てきているんじゃないかなと思うので、ちょっと探してみましょう。おー、これはドーン、いいんじゃないの、これは太いんじゃないの、あー、みずみずしい。こうやってね、パキッて折れるのが食べ頃の証拠なんですけど、こんなに太い、親指より太いのにパキッて折れるっていうのはいいですね。その横にあるこれなんかもうすごいね、アスパラガスかよみたいな、取れました。こうやって葉っぱがね、完全に開く前のギュって閉じたやつは本当にアスパラみたいな見た目で美味しそうですよね。これなんかもね、去年基準では全然合格なんだけど、今年はね、もっと太いの取りたい。大きいイタドリって去年伸びたやつがこうやってもう林みたいになってる、その根元にこうやって生えてくるので、あ、ほらほらほら、これなんかもういきり立ってんじゃん、バッキバキじゃんこれ、ういしょ、見てくださいよこれ、最高か、あ、ここすごいな。あちらにイタドリめちゃくちゃ強い植物で、こうやって新芽バキバキ折っても、なんか翌週来ると何もなかったかのように新しい新芽出してるようなやつらなんで、気兼ねなしに取れるのもいいですね。いいんじゃないの、こんなにぶっといの取れちゃって、いいね、よっ、よいしょ、うい、ジューシーで美味しそう、すごいよね。ちょっとこのままかじってみようか、このままかじってもね、美味しいんですよイタドリって。はい、じゃあこちらね、ちょっと皮剥いてみたんで、いただきたいと思います。味としてはですね、結構かなり強い酸味があるんですけど、梅干しぐらいな酸味、すごい爽やかです。喉の渇きが癒されるっていう感じの爽やかな酸味です。酸っぱいけど青臭さみたいなのはあんまりなくて、それがね、またいいです。あと歯ごたえのこのシャリって感じがたまんないね。うん、これがね、やっぱ山菜として愛される理由はすごくよくわかるなというふうに思います。はい、よいしょ、わあ、ちょっと長いけど、それにしてもぶっといぞこれ。いやー、いいポイント見つけちまったもんだぜ。ほら、よいしょー、抜けた、すごいですね、いいですね、興奮してきますね。はい、というわけでですね、こんな感じで、あっという間にですね、ゴンブトイタドリが10本以上取れました。さあ、今回どうやって食べようかな。いやー、もうほんと何度でも自慢したいけど、見てこのぶっとさ。正直調理のことまでは考えてなかった。どうだ、俺のイタドリは太いんだぞっていう話を、自慢話をしたいだけだったっていうね。まあしょうがないから、リクエストをもらったやつでちょっと調理しようかなって思ったんだけど、やっぱほんと結構割と全国各地でイタドリ食うんですよ。ネットとか見ると高知でしか食べないみたいに書いてあるけど、それもが結構間違いで、確かに高知の人はめちゃめちゃ好きだけど、高知県以外でも本当に各地でイタドリは食べていると。で、なので、各地の食べ方もあるし、そういうのも紹介したいなって思いつつも、みんな愛が溢れすぎてて、うちの食べ方やってくださいみたいなのがもうちょっと多すぎて、そんな紹介しきらんてみたいな気持ちになってしまいまして、で、結果として、ちょっとね、前からね、イタドリを使ってやってみたいことがあったので、それにね、トライしてみようかなというふうに思います。本当にイタドリっていうのは便利な野草でですね、いろんな調理法ができます。煮る、炒める、焼くはちょっとやんないけど、こう、お菓子、ゼリーって、ジャムとかね、
ゼリーとかそういう系の料理もできますし、あと天ぷらもできる、揚げても美味しい。個人的にはね、やっぱりね、酸味が結構強いので、酸味を生かした調理法がいいなーっていうふうに思っているんですね。やっぱりまあ炒め物とか揚げ物とか油を使った料理が個人的にはイタドリに一番ベストなのかなということをちょっと考えていて、でまあそこでやっぱりね、僕の中でイタドリの料理で一番主食なのは、昨年ですね、イタドリの話をした時に紹介した、高知の、混ぜご飯、炒めたイタドリをこう炊き上がったご飯に混ぜるっていうスタイルなんだけど、それはねすごくね、やっぱりね、イタドリの魅力を一番感じられるんじゃないかなって個人的には思うんだよね。なのであれを踏襲しつつというか、あれを参考にしつつ、僕川崎市民なんで、ちょっとこう川崎っぽい料理を作ってみようかなと。で今何をやってるかというと、イタドリの皮を剥いて輪切りにして、でこれをですね水にさらしていっています。水にさらすのは何でかっていうと、まあ、酸味のね成分を少し抜く。酸味の成分がですね、シュウ酸という成分が結構含まれてまして、シュウ酸を取りすぎると体の中でカルシウムと結合してシュウ酸カルシウムになってしまうんだけど、それはですね結石の原料になるんですよ。酸味は美味しいんだけど結石が嫌じゃん。だからまあある程度ね、水にさらすことで、シュウ酸って水溶性なので、なんでまあ出していきます。ただこれもやりすぎると酸味が抜けちゃう。他の有機酸も全部抜けてしまうので、まあ塩梅というか自分の体と相談だね。ちなみにこの先端分に関しては他の山菜と同様に天ぷらにしたりとかね、あと刻んでお味噌汁の具にしたりすると美味しいということです。こうやって皮をさ剥いて使うからさ、ある程度太くないとそもそも食べるとこ全然ないよね的な話になるんだよね。こんだけ太いとさ、皮を剥いてもこうやって厚さがね、数ミリ出ますからいいんですけど、そうじゃないとね、細いやつ剥いたらもう本当に貧弱ですからね。あ、そういえば前回ちょっと話したけども、日本ではこうやって美味しい野草として親しまれているけど、外国では非常に厄介な外来生物として憎まれているというか、でこのイタドリっていう植物は本当に生命力が強い。ちょっとした隙間でも生えてくるし、生え方がえぐいんですよ。結構ど根性イタドリってよく山とか行くと見かけるんだけど、アスファルトの割れ目みたいなとこからパカッてこう生えてくる。じゃあなんで日本では問題になってないかっていうと、まあ日本では在来植物なので天敵がいるんですね。イタドリマダラキジラミっていう天敵がいまして、でそれがですね、寄ってたかってイタドリの汁をチューチューと吸って枯らしてしまうんですよ。なので、生態系のバランスを崩すほどには増えない。しかしこれが元からイタドリは生えていなかったヨーロッパにはいないわけですよ。なので増えてしまった。イギリスでは悪魔の植物なんて言われていて、でこれが生えてくるとですね、土地の価値がめっちゃ下がっちゃうらしいんです。恐ろしい話でしょ。なので非常にですね嫌われていて問題になっているわけです。生き物をですね人間の都合で動かしたりしてはいけないっていうのはね、まあ、学びがありますよね。まあ、なんですけども、ともかくイギリスではそうやってすごい問題になっておるということで、いろんな対抗策が練られて、でも農薬もね、あんま効かないんだよ。地上部は枯れるけど、地下茎が長いから、地下茎で生き残るんだよね、この人たち。なので、生物を動かすなって話と矛盾するんだが、生物農薬という手段になっていくわけですね。これの害虫であるところのイタドリマダラキジラミを輸入して、で、それをこう放すことで、イタドリを枯らさせると。それが今行われていると。2010年ぐらいから行われているそうです。それ危険じゃないの?っていう意見は当然あると思います。まあ日本でも生物農薬というか、ハブを駆除しようとしてマングース入れたら、マングースハブじゃないものばっかり食って在来生物がピンチみたいなね、悲しい偶話は世界中にあるんですけども、イタドリマダラキジラミに関しては、イタドリって名前についている通り、イタドリしか食わないらしいんですよ。もう本当に生まれてから成虫になってもずーっとイタドリの汁吸ってるらしいんですね。イタドリに対する防御能力がすごい高いということで、まあ移植され始めているという状況らしいです。まあ結果が出てるかどうかってちょっと調べてみたんですけど、よくわかんなくて。まあ悪いことが起こったらまあニュースにはなろうと思いますので、とりあえず今のところはうまくいってるのかな?はい。で、こうやって水にさらして、である程度、シュウ酸を抜く。はい、じゃあ調理していきましょう。まずはですね、豚ひき肉を炒めていきます。お肉に火が通ったら板取りを割っていきます。で、板取りの、ね、調理の一番大事なのは火を通しすぎないことと、よく言われます。板取りはですね、食物繊維がまあ多いはずなんだけど、これがね繊維がすごく柔らかくて
火通すとね、すぐに柔らかくなる。柔らかくならないんだけど、そこから泥と溶けちゃうんだよね。本当にね、さっと加熱でいいです。で、味付けはお醤油と、これは本当好みなんだけど、僕はちょっとみりん入れます。なんかね、たどりってね、甘辛いのが一番うまい気がするんだ。するんだけど、まあ、この後の調理のね、こともありますので、ほどほどというか。なんか見た目、本当に姫茸と豚ひき肉の炒め物みたいな感じだよね。でもこれはね、イタドリなんですよ。ぶっとすぎてね、タケノコに見えるってね。あとは火が通りすぎないように気をつけながら煮含めていく。全体を混ぜながらね。はい、まあそんな感じでね、いい感じに火が通ってきたんで、これでもうちょっと水分飛ばして、OK です。で、続いて使いますのが、じゃん！こちら。川崎のソウルフード、元祖乳担々麺ポンポです。これも知ってる人には常識なので、まあ、あえて言う必要ないとは思うんですけども、一応その、ご存知ない方も多いと思うので、ご説明するとですね、僕の住んでる神奈川県川崎市にはですね、まあ、名物ラーメンがありまして、それがこの、元祖乳担々麺ポンポ。まあ、まず名前がね、突っ込みどころの山で、まあ、どういう麺か説明すると、担々麺なのみたいな感じの、麺で、まあ、辛い鶏ガラスープに、溶き卵とひき肉とニンニクがめちゃくちゃ、あと唐辛子が、はちゃめちゃに入ってるっていう、まあ、そういう辛いね、ラーメンです。で、今回は、これを、まあ、ベースに、ちょい足しというか、板取りをですね、使って、ちょっと角度の違う料理にしようかなと思ってまして、で、なので、まずこれをね、作ります。はい、じゃあ、500cc の、水を沸騰させて、そこに麺を入れます。で、3分間茹でる。はい、じゃあ麺が茹だったところで、溶き卵を入れます。これはですね、かき玉にしたいので、ちょっとずつちょっとずつ。気をつけないと、ラーメンの卵とじになってしまいますからね。はい、これで、OK。で、あらかじめ丼に入れておいたスープのところに、こうやってスープを溶きながら、いきます。ニュータンタンとしては当然これで完成なんだが、これですね、先ほどの板取りを、うおーっと盛ります。最後に唐辛子。これ振らないとダメなので。唐辛子溶き卵に入れ込んでもよかったけど、まあ、いいや。よし！はい、というわけで完成しました。料理名としては、ニューサンラータンタンタン麺。ですね。そう、サンラータンとタンタン麺、ニュータンタン麺の、合体のイメージでちょっと作ってみました。じゃあ、いただいてみたいと思います。まずはスープから。おー、いいじゃない？ちょっといただきと一緒に。あ、うめえ！麺もいただきます。うん、うまい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 。大成功。乳担々麺は、基本、純粋な鶏ガラスープです。コクはあるけど、でもあんま脂っこくない、さっぱりとした感じの鶏ガラスープなんですね。で、なので、ベースとしては優しい。まあ、そこに、板鶏から出てくる酸味がですね、その鶏ガラスープに溶け込むんですね。でそうなると、非常にこう、心地よい、爽やかな酸味の効いた鶏ガラのスープになるんですね。これがね、すごく、美味しい。サンラータンって言ったけど、ちょっとこう、トムヤムクン的な爽やかさが結構あって、非常にこう、食べててどんどん次の一口が欲しくなる。で、たまにこの、大きい塊、板取りだけを食べると、非常にシャープな酸味が残っているので、それがこう、旭川ラーメンの上に乗ってる梅干しみたいな、濃いスープの合間に酸味が差し込まれるとめちゃくちゃうまくなるじゃん。あれ、あの感じが来る。やべえもん作っちまったな。これは神合体ですよ。自分で、もう自画自賛しちゃうけど。ああ、うま。まあでもね、やっぱこの、板取りの酸味と食感と風味の良さ。これがあってこそですね。うん。ある程度ハマるだろうと思ったんだけど、まあ正直その、サンラータンとタンタン麺組み合わせて、サンラータンタンタン麺って言いたかっただけっていう、それもあったので、こんなに味として完成するとすごい嬉しい。これお店で出してもいいんじゃない？まあ、というわけでちょっとね、まとめていくと、イタドリって本当にいい植物ですねっていうところになると思います。彼ら自身はその強靭な生命力でどこにでも生えてくる。それがめちゃくちゃ美味しいので、我々としてはそれを利用しない手はない。
いやらしい酸っぱさじゃないんだよ。本当にね、心地よい酸っぱさなんですよ。なのでこの酸味を生かした調理法っていろいろあると思うし、もちろんそのオーソドックスなのね、煮物とか炒め物とかも酸味が効いててうまいっていうパターンも。ということで今回の本当に美味しい料理をね、練成してしまって、改めて自分の天才さにちょっと恐ろしくなりますね。はい。というわけで、今回も美味しいもの食べれてよかったなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。